ハロー、スチューデンツ。王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮です。今回は、共通テスト物理対策。そうですね。やっていきたいと思います。やっていきましょう。物理の一番のおすすめの本って実はこれなんですよっていうのがこちら。どどん。教科書ですね。教科書？教科書って結構みんなバカにしてるじゃないですか。ぶっちゃけた話、分かりづらいんじゃないかとか、分かりづらいんじゃないかとか、参考書学習に走ってる人ってもう教科書なんか本当にただのなんか内閣にしすぎっていうか、うん、本当結構バカにしてると思うんですけど、はい、教科書って実はもうめちゃくちゃこうまとまってるっていうのもあるんですけど、うん、共通テストとかセンター試験とか作る人って何を参考にするかってやっぱ教科書なんですよね。補習とかでやるのにはおすすめじゃないです。例えば共通テストの物理だとか、あとまあ今年はセンターの過去問とかも結構手をつけてる人いると思いますけど、そういうのをやって例えば物理がもう6割も取れない人はおすすめじゃないです。そういう人は、まあ、僕の一番のおすすめは11分かりやすい物理って思うんですけど、まあ、少なくとも教科書を読む段階ではないです。ただ7割以上とか取れたりとかして、それぐらいのレベルになってきたら教科書やってることをおすすめですね。物理に限らず理科全般的にそうですね。教科書ってやっぱり一番こう網羅とかもしてたりとかするんですけど、大事なもんってこういう風に図が載ってたり、写真載ってたり強調されてるような字体でこう載ってるんですよね、はい、でそれを全部説明できるってことが大事ですね。自分で教科書の図で載ってるところとか写真載ってるところを見て、これは一体何を説明してて何が大事なところかとか、太字になっている文字見てこれはどういう意味なのかとか、そういうのが全部説明できるようにすること、これが大事ですね。たまにこうセンター試験とかでも参考書とかに載ってなかったような気がするけど、すごいマニアックっぽい問題が出てるのがあるじゃないですか。それどこ載ってるんだろうとかみんな言いますけど、教科書に全部載ってますから。ちっちゃい補足みたいなとこに載ってたりしますよね。載ってたりとか、どっちっていうか科学ですけど、例えば発光現象とかあったりとかするんですよね。で、まあ、こんなの載ってる問題集ないよ、マニアックだなとか思うかもしれないですけど、普通に図付きであの教科書載ってますからね。ただこう計算問題とかにならないから問題集に載ってないだけで、重要事項とかだったりとかするんで、例えば計算というよりかは知識面の補強のために使うっていうイメージですか。あとかですね、いや物理もそうですよ。物理も結構数件出版とかの教科書見てると、この選択肢とこの教科書載ってることほぼ一時期なんか同じだよなみたいなの結構ありますよ、正直。なんで、まあ、物理とか科学とか、まあ、理科でできるだけ100点狙いたいっていう人で、教科書とかを詰める前に8割方の点数は取れることも、過去問とか予想問題とか出たら多いよっていう人は教科書をやることがおすすめですね。これが一番のおすすめの参考書ですね、まあ、プラス、まあ、今回物理なんで、まあ、もう一個だけ補足すると、物理の問題を解くときは必ずこう式だけを信用してくれってことですね。式だけを信用する。そう、イメージで解くと結構間違いの選択肢ってあるんですよ。しかもそういう選択肢ってわざと作ってあるんで、例えば力学とかの問題とかがあって、まあ、こんな計算するまでもないし、どうせこれっしょみたいなイメージでやる問題って実は計算すると結果違ったりとかすることがあったりとかするんで、イメージは信用せずに式だけを信用するってことですね。大事なポイントですね。めちゃくちゃ大事ですよ。結構みんな本当にこうイメージだけでついつい丸して間違ったり本当してますからね。まあ特に70点取れない人は間違いなくそれですね。もしくは圧倒的な知識不足とかどっちかです。じゃあ80点90点が安定して取れるようになったら、最後教科書を使って。そうですね、直前の詰めで使うもんですね。どっちかっていうと冬休みとかですかね、まあ、とか共通テスト利用とかをメインにしてて、一般受験の方は正直あんまり考えてないよっていう人はもう今から手を作ってもいいかなってところですね。そこら辺を目指してる生徒さんとかはぜひやってみてください。絶対力上がると思います。めちゃめちゃおすすめです。おすすめです。ではまた。